くんじゃろ。かわちょっと名前のない感情でした。やしゃなんか始めたことあ、で、案外はい、なんだ。いや今日はですね、すごいっすよ、はい、多分今日動画上がってますね。今日動画上がってるやつですよね。今日動画じゃない、今日喋った。あ、今日上がってる。あ、上がってます。今日上がってる。上がってんの、はい、あ、上がってんの。上がってます。あ、おまけでつけれんのか。じゃあ、つけれないです。視聴者の皆さん、ごめんなさい、最近動画確認して動画するわけじゃないです。あ、今日上がってんのか。あ、そういうことね。あ、まさかの、はい、うん、まさかの上がってるんですけど、うん、まさかの動画を撮影した次の日からね、連絡が取れないっていうね、はい、どういうことですか。え、どういうことか分からない。あの、この動画を日当300円建設業界の闇の後に、はい、そのまま次の日、あの後だって俺らが帰ってってまたずっと喋ってくって喋ってたろ。そうですね、まあ、今後どういうふうな流れになるか、まあ、教えてほしいですって言ったんで、はい、向こうがで、まあ喋って、うん、で、まあ、いや今後まあこうこうこうだもんで、まあ、すぐは現場入れんもんで、うん、だからまあ雇用かけてたんで1週間ぐらいかかるから1週間後ぐらいですからねっつって、まあ、それまでじゃあちょっとつなぎで、うん、まあ、自分の派遣先とかのバイトでバイトするんでって言ってたんで、うんうん、あ、わかりました。とりあえず一回じゃあ僕、明日喋って元請けさんとかとも、うんうん、明日一回電話入れるんでっつって、はい、また連絡しますっつって、うん、電話したら、はい、プー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 なんですか。着去されてるってことですか。いや、着去ではない。すごいな。そんなあるな。ずぶといっすよ。いや、しかもすごいっすよ。だって帰ってからずっとっすよ、はい、いや、もう本当に助けてもらったんで、もう絶対に。だってお前1枚、あ、いいよ、いいよ。だって1枚貸しとんだろ。1枚貸しとん。あ、交通費で。そう、交通費。はい。だそれ帰ってこんかったってことだろ。帰ってこんかったです。で、お前の彼女は辞めとけって言ったんだろ。はい。で、お前は関係に来たんだろ。そんなの関係に。関係あったんや。それが関係してるんです。まあでもそういうもんだね、な、経営者って。やっぱそういう、まあと、それが投資っていうか、まあ経費だよね。で、それで伸びる子もおりゃ。はい、伸びんくなる。うわぁ、すごいなあいつ。すごいっすね。あの後だね、死ぬ。なんか、めっちゃそうそう、やる気みたいな感じでしたね。やる気満々で。うわ、だけど帰りに二人で喋ったのが、はい、あいつ雇ったらあいつも終わりだぞってあいつ雇ったらあいつも終わりだぞって俺は言ったけどね。いや、あれは偉いね。あれは偉いわ。現場は無理や。いや、いや工場がないからってできるかもしれんけど、はい、トビは無理やて。やっぱきついもん俺は。いや、トビじゃないですね。職人の世界は偉いやろ。偉いっすね、あれは。あれは無理っす。あれは偉いっす。お前なんか難しい。ちょっとでも金になると思ってお前なんかどら優しかったでしょ。いや、なんか、いいよいいよとか言って。違う、優しかったっすね、めちゃくちゃ。こんなやつか、いくら PR あるし、お前どんだけ信用しないんだと思って。いや違う違う、いや、もともとそれあって、うん、もうダメだったの最初。もうね、ダメで、ああ、なんか、まあ、別にうち来てくれるなら来てくれる、別にどっちもいいけどって、はい、そしたら向こうはやめますって言ったの一番初め。はい、ああ、で、ああ全然いいっすよーで終わったら、なんかいきなり電話かかってきて助けてほしいですって言われて、まあその一回会ってるじゃないですか、はい、まあ、一回会ってるのもなんかやの縁だしって。お前も人がいいんだわ。1万円ぐらいだったらと思って、うん、あ、元請にもちょっと値段下げてって聞かれるし、はい、うん、で1万円で、うん、そのまあ、1万出してあげてで帰ってきて、もう本当に感謝するんで、もう本当もう手並みさんとか働きますって。で、一応その、まあ、働くか働かんかって僕も分からなかったんで、はい、したらお前せっかくお前あんだけ近くに行っとったもんで、家、連れの家まで調べとかなか。まあそうです、いや俺はそこまでやるでしょ。ああ、そうです。予防策、はい、僕は人工衛星使いますけど。何だって人工衛星。お前ただのパンチパーマだよ。最近衛星、最近。ただのパンチパーマが何が人工衛星だよ。何食べてたお前。昭和初期の人工衛星使いますよ。何食べてたお前。運動。まあそこで、まあ、いやまあだけど、まあ、僕も言ってたんですよ、小峠さんにも、うん、いやもうこんだけもうそういう、まあちょっと多分トビとかそういうの無理っすけどっつったら、うん、まあいいよ、最悪でも今人が欲しいんだもんで、うん、雑用使えるやつでも連れてこいよみたいな、
あ、元木が言ってくれたんだ。はい、もう何でもいいよって、誰だけ元木がいいよみたいな。とりあえず雑用でもいいねって言って、あ、もう連れてこいやっとったのに、はい、連れてきもできんかった俺レベルになったら、俺レベルになったらってそれやばいな。まあまあやばいです、衝撃ですね。まあまあやばいな。多分始まる前にもうあれですからね、いなくなってますからね始まる前に。いや、俺ももう初めて会った時にもうなんかもういや、お前これ使ったらあかんぞって寺道って思ったもん俺も大概いろんなやつ使ってきて従業員に怒られたけど、もうこんなやつ入れてくださいよとか言われたけどあれは使わん。あ、マジでじゃあ俺本当にさ、まあ、これ動画見とる人どう思うかわからんけど、はい、超バカにしとるとかそういう意味じゃなくて、はい、いや彼もかわいそうだし、やっぱ俺らの世界ってもう特殊なのは、いや、その大学とか行っとるような人たちがしたらお前らバカなんだから、はい、あ、こんなかわいそうな世界とか言うかもしれんけど、そうそう、俺らはバカなんだので、はい、体使える。だけどその頭いくたちは体使えるんだけど、はい、でもあの子も得意なことがあるんだよ。流れ作業とか工場とか、はい、まあ、工場をバカにするわけじゃないんだよ、はい、だから俺は建設会社をバカにされるようなことを言われるけど、はい、だからバカにするとかじゃなくて、やっぱ頭いい人が頭いいことやってくれやし、はい、体使えるのが体使えやし、はい、でもあの子はあの子はやっぱ向いたことがある。まあそうですね、うん、ただ現場が向いてなかったっていうだけだって。現場は偉い、職人の世界は偉いと思うね。まあでもあれですかね、ニット300円で使えますからね。あ、ニット300円で使えますからね。だけど1万円ぐらい上げるって言ったんだろ。はい、ぐらい上げると。450円バカじゃん。いや、そうです 1万円ぐらいですね、最初は1万円です。うん、なかなかないわね、今でも。はい、300円からしたらいいですよね、33倍ぐらいですよね。そうですね元々コンカッタか。あれコンカッタっすね。うわすごいな。やる気満々っぽかったのが怖いですね。最後なんなら寝落ちしてたね、社長ね、はい、ね、あ、そうですね、最後ちょっと、ま、来年ぐらい、もう1年ぐらいかな、1年頑張ってライズマ酒飲もうかみたいな、はい、そうですね、とりあえず頑張れみたいな感じで。本当の闇はあいつだったから。すぎますよ。1日も来てねえだろ。1日来たらまだいいわ。まあ、1日と1日で飛ぶやつはよくおる。だからその現場の世界ってそれあの甘くねえからね。勉強的に頭悪いから、はい、なんか現場行ったらなんか簡単に1万円もらえると思って来るやつ多いから、はい、あ、そうですね、うん、今それなりの1万円ですからね、現場っていうのは、うん、俺はその辺のアルバイトと違うよ、はい、仕事できんやつなんか奴隷のように扱われて、うん、それも含めてだよね、作業が偉いだけじゃなくて、ね、上の人がもうマガばっかだから、これは俺たちなのかな。そうだろお前、はい、普通に俺も言ってるもんね、今日もこいつ車だから、お前これ誰に言っとるんじゃとか言って、そうっすお前の常識を俺にぶつけんな、はい、俺の常識ぶつけたらお前なんか毎日ボロボロだぞって、ね、お前のペースに合わせとるやろかこらとか言って、はい、どなりちゃさ、車の中で、はい、大丈夫か、はい、大丈夫か、大丈夫です、大丈夫か、大丈夫です、はい、飛ぶんだったら M 字だった。飛ぶんだったら M 字だった。 N 君みたいになるよ。 N 君、そうですね、 N 君でした。誰、あの、例のあの、闇の子です。あー全然 N ってやったんですけど、それも本当めちゃめちゃ優しいですよね。全然スペルも何も違うのに、まあ、本当に分からないようにしてくださいって N にしたのに。あ、もう、はい、もう動画も上がっちゃっとんだ。上がってます。うわ、闇だな、あいつ。闇すぎたっすね。闇すぎたな。漆黒でしたね。2時間も YouTube 撮って。はい。あれだよ。2時間もやったよな。2時間ぐらい撮って。2時間やったら30分だよ。まあ、正直30分ぐらいです。30分ぐらいだけ。出ちゃったよ。俺も次やったもんね。焦っとったもん。確か女の子と遊べる時間があるね。あ、そうですね。なあ、すごいな。闇は深いわ。300円より深い闇があったから。そうです。自らが正直俺あいつと思ってテンション全然上がらなかったもんな。あ、俺こいつ無理だわと思ったもん。でも今でも覚えてるんですけど、アイスコーヒーまあまあすごい勢いで飲んでましたからね。いや、あいつしかもあいつだけガムシロップとミルク入れたの。あ、入れた俺めっちゃ見れた。こいつデラコ負けんやんと思ったもん。こいつ職人じゃねえなと思ったもん。そこちゃんとやるんだ。なんか、そうね。ねえ、よしよし、あいつ。スパッサーって感じで。そうそう。いただいてる。いただきます。見た。俺それ見たわ。ああ、見た。怖かったな。闇や深いな。思ったわ、あの時。あれは闇深い。あれ、セーフ全部吸われるかと思ったんだ。あれ。
とかやつとかあのクソバカだもんな。酒が進むわ最近。はい、最近やばいもんこれ。一人で飲むもんで。一人で飲んで何やるんですか。クエーセンブクシーシーセンまあそれもやる、ね、チャットでめちゃくちゃやる。私はこう思っております。こうやってあなたはどう思っておりますか。あれすごいっすよね。もうお前最近ずっとやっとるんですよ。サンオクシー、お前やっとんので、同盟に入ったんですけど、同盟に入るとやばいっすね。もうめっちゃ丁寧な文で普通に。社長 今勢力いくつなんですか。俺勢力なんかすごい、4万5千ぐらい。僕4550万。10分の1にしちゃうじゃん。サーバーの中でランキングがあるじゃん、はい、個人ランキングあるじゃん。これ5万とかだろ、はい、同じ時期に立ちゃう。だって4万5千だったら俺4万5千だよ。俺もう4位だよ。俺お前のサーバーにもしおったら、だから俺20位ぐらい。建設業界の闇っすね。いや深いな。全く連絡取れず。全く連絡取れず。電話しても。いやもう僕らも電話するのやめとこうかなと思ってたんですけど、はい、まあ今日とりあえず、まあ、お金は、ね、回収しなあかんやん。お金してやったから、はい、だから電話したら繋がらないっすよ。なんだ、はい、身分証とか持ってないの。あ、あるっす身分証。いやショートメッセージ入れてないじゃん。 MC あるぞ、警察沙汰にするぞって。振り込んでこいって。会いたくなかったら振り込んでこいって。振り込んでくよ。はい、と、はい、いうことですね、はいはい。またミッチーがね、はい、まあ、久々に会って、はい、バカ従業員使おうと思ったんで説教されたろうと思って俺本当に言わないんだけど、いやたまたま電話かけたもんね、別件でね、はい、まあ、ちょっとじゃあ、まあ、ちょっと暇ないで飲もうか。俺もゴルフの練習取るときだよな。言うたんじゃん、あれ。俺ゴルフの練習今から行こうかと思って向かっとったときに、はい、かかってきて、はい、まあ行こうかって。で言うたんじゃん。あ、そうですか、うん、まあそれぐらい、あれは使ったらお前多分人生ハマるぞと思って。やばかったっす。あれはまずいだろ。やばかった。会議すぐ行ったもんな。最近になった瞬間、あれはまずいって言ったんですよね。あれが、あれは焦ってる。行き急いでるわあいつって。ミッチー行き急いでるわ。出たよな。あれ行き急いでるぞって言って。はい、以上になります。ありがとうございました。あ、最後あのマッチングサイト、皆さんあのマッチングサイトがねもう出来上がって、はい、もう今公開されて、はい、一般の人の公開が8月の1日からで、今、はい、本登録今皆さんおっしゃるんですよ。まあ今ね 50% ぐらい。300社ぐらいが本登録に切り替えてくれてるんですけど、はい、まだ切り替えられてない人がおるんで、ぜひあの切り替えの方で、また新規の人はまだ登録で、まあ一応600社か700社か、まあ1000社まで行ってもいいのかどうか、あんまり増えても無料で見積もりやがこんことなんかさ、はい、いかんから、まあ、ちょっとそこ考えてますんで、はい、ぜひ登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。建設業界の闇また見てね。気にするからね、お前だよ。お前が深すぎる。一番の闇ですよ。いや僕は闇じゃないですよ、まずブラックホールですから。建設業界のブラックホール一つだけだ。ブラックホールも慣れてね。はい、慣れてね。どれくらいですか。んコスモぐらいですか。コス浅瀬コスモを爆発させるじゃないですか。浅瀬、うつみの渦。うつみうつみってまあまあ言うんですからね。愛知県で言ったらうつみだわ。一番でかい海水浴じゃないですか。お前みたいな、うつみだわ。